本日はクニュース TV が埼玉の強豪狭山西武ボーイズに参入します。中学生離れした選手がここにもいました。そんな選手をどんどん紹介していきます。ダーン。この日の練習内容は紅白戦でした。その中でこの豪快なスイングをしている選手にスポットを当ててみました。スローで見ても凄まじいスイングをしてます。ですが皆さん、このスイングどこかで見覚えありませんか？覚えてた方は本当にすごい記憶力です。そうなんです、2年前特産 TV で紹介された選手なんです。徳さんと並んでみても、みんなはもう身長あんま変わんないです。俺、ね、ライオンズジュニア来年入団しようかな。いやいや、何歳ですか。西武ライオンズジュニアに所属していた小野くんです。2年前特産 TV で取材をさせていただいた時も凄まじい打撃をしていましたが、2年経ちどのくらい成長したかというところに注目しつつ、豪快なスイングご覧ください。どうぞ。あっ、うわ、低め拾った。おいっと。いっしゃ。Tってこんな簡単に飛ばせるもん。めっちゃ飛ぶやん。なんかこうやって成長を見るのも楽しいですね。いやー、いやー、あーすごい。いやだもん、中学の頃こういうバター合うの。いやあ、すごい。うわすごい回転してる。あっ、インパクトの瞬間からバットスピードやばいよ。うわこれ一存じでこれだろ。拾った拾うな。いやー、これもいった。いやー、これだ、入ったほら。よっしゃ、あーすごい。だこれでピッチャーもやってるんでしょ。いや、凄まじいですよ。すごいな。もう大谷翔平選手以来、あの二刀流が全国各地でボンボン。野球界の二刀流でしかいない。と、ここで先ほどお伝えした通り、小野くんはピッチャーとしても活躍する二刀流プレイヤーなんです。その球をブルペンで受けさせていただけることに。この体格で でかいよ。あ、いい球や。ナイス。おー、ナイス。ボール。おー、ナイス。ボール。おのくん、ちなみに球種は何を投げてますか？まっすぐと、スライダーにして、フォーク。スライダー2種類、はい、どういうスライダー？うん、おお。スライダー、OK。あーあーあーあ、すげえわ今のは。はい。大丈夫。はい。ああ、いい高さ。フォーク。オッケー。おい。よいしょ、いいね。ナイスボール。ナイスボール。いいフォーク。これは振るね。はい、こっちちょうだい。ああ、ナイスボール。はい、インコースまっすぐ。はい、こっち。はい、ナイスボール。はい、こっち。あー、オッケー。あー、いいなー。いい高さ。あー、いいね。あー、いいね。いい高さだ。
ナイスキャッチ、ナイスボール、ナイスボール、ナイスボール、あ、いいね、ナイスボール、ナイスボール、いいね、ビチャー、あー、ナイスボール、ナイスボール、あー、いい球、ラストはまっすぐ、ラストはまっすぐ、さあ、追い込んだ、ツーストライクや、こっち決めていこう、変化球とかコントロールの最終、はい、さっきの監督さんが言ったから、ね、意外と技巧派なんですよ、ね、そうなんだみたいな。2年前にあれだよ、国産 TV に、ね、はい、そうです、あのそうです、ね、ライオンズジュニアで出て、うん、確かにあの時あれだよね、将来の夢が日本を代表する4番バッターっていう話をしてて、小野君的にはこっちに来たら、こっちに来たら両立させて感じです。そう、いやいいですね。なんかあとストレート見てて、回転が、まあ、さっきも言ったんですけど、いいなと思ってて、うん、一般よりはちょっと狭めかなと思って、でかつコントロールよく投げてたんで、はいはいはい、ストレートなんか意識してる、いやと、なんかキャッチャーが構えてくれるところに投げると思う。あ、シンプルにね、はい、外に投げようとすると絶対外れちゃうんで、うん、キャッチャーに投げようとしようと思って投げてます。なるほど、なるほど、細かいところやって、はい、変に自分のね、あの可能性と出力を抑えるよりもしっかりと、はい、ストライク、ある程度ストライクのゾーンにしっかり腕を振る、さっき言ってたように、いやちょっとね、まだある程度しびれてる、またまたいつも晴れるから、大体晴れるから、ありがとうございました。俺君ありがとうございます、頑張ってください。本日は小野君にスポットを当てさせていただきましたが、次回はまた別の注目選手、快速サウスポーにスポットを当てていきます。そして急遽国吉さんが実践キャッチャーをすることに、その打席に入るバッターは次回もお楽しみに。国吉ミット肩をつけた、はい、このミットを、うん、7月のプレゼントにします。マジ？わかりました。いや、ありがとう。チャンネル登録と、はい、またこれをコメントしていただければ、はい、そうですね、プレゼントが当たるかもしれません。はい、ぜひよろしくお願いします。わかりました、はい、公式オノグラム用意しました。ワールドペガサス。おー、内野手を、内野手をですよ、はい、今月のプレゼントに追加して、7月31日までの応募とさせていただきます、はい。